邪魔するか。小さくなってさっぱりしちまって。これしか。一人君だけが実力を判断するなといういい日本だ。せっかく苦労させてドラゴンボールで願いを叶えてもらったのに。すまん。お前たちを助けられたのだ。約束でしたね。地獄以上の稽古を見せてね。真の力を見せたフリーザはただでさえ的確だと言うとわの役でこっそり力を貸し取るな。もう少しで五感が来るはずだからの。頑張って焼き応えるんだぞ。貴様らにいいものを見せて。そこお前少し自信はあるのか。まあまあ、なんとか別に見ているか。それとも恐怖のあまりあるのか。今のうちにそうやってニヤニヤ笑って、ここにいるのが貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。相変わらず人間の人間ちょっと本気でスピードを上げたらついてこられないよ。それでもスーパーサイヤ人なのか。バカな。すまらん。戦う気がまるでなくなっちゃったようだね。ちょっと本気で最高の運命かもね。起こったぞ。正しい歴史が流れの運命とは、悟空君が辛いかに思ったけど、どうする。ご飯、ピクコロを連れてさっさと地球へ帰れ。あっ、理性がちょっとでも残ってる。
ほっとと切れるんだ。はい、ありがとうお父さん。僕は待ってる。元気なお父さんの姿を待ってるよ。今は謝っても許さないぞ。何者だ。とっくにご存知なんだ。俺は地球から貴様を倒すためにやってきたサイヤ人。穏やかな心を持ち、激しい怒りによって迎える伝説の戦士スーパーサイヤ人。本悟空だ。とんでもない力だ。このクーラーは弟のようにはいかんだ。なんて変わりどうなってるんじゃ。かっこいいこんな奴がおらんかったまずは。なるし、ブラシとは別の歴史から出てきたのは俺たちのプライドにドローにしたサイヤ人を探し、カモリ殺しにしてやるぞ。そこの貴様もだ。ナメックスを故郷のこの星もろとも消し去ってやる。一人栄養が半分ねえ。たまらん。俺は倒す。僕は強くクリーンタイトル。僕は強くサイヤ人。二人を見つけて難しいわ。待ってください。こいつが鬼ゾミのフルパワーだ。さあ始めようか。ダメなんだ。あえいとこ高くよ。you
声を見逃すと思う。そんな会話はない。仲間は死ぬ。これからここででかい敵の底投げだ。黙らせてやるぞ。この星もろとも少しはマシな動き。